叱られる。もっと聞いてんじゃねえよ。電話で参加していただくクイズコーナー、あこちゃんに叱られる、見事正解されると賞金1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた方です。まずはその方に電話をかけます。5回コール以内に電話に出てください。今日は割と全国、あ、はい、もしもし、はい、あこちゃんです。こんにちは。こんにちは。千葉県木更津市のラジオネーム、はい、にゃおぴさん。ありがとうございます。はい、はい、チャンスチャンスです。ありがとうございます。それではにゃおぴさん、問題です。はい、今日はあこさんが影響を受けた名言が話題となりました。あ、そうか、はい、はい、まずはほにゃららボックスに立たないとという言葉にたくさんのリスナーの方からの反響もありました。はい、問題はズバリ、何に立たないとという言葉だったでしょうか。はい、1番電話ボックス、2番カラオケボックス、3番バッターボックス、はい、4番宅配ボックス。はい、さあニャンピさん、今の問題の答えは何番。はい、3番バッターボックス。正解、正解です。やったやった。聞いてましたか。聞いてました、ずっと聞いてました。ああ、ありがとうございます。なんかいつも、はい、お声聞いてると若いと思ったら33歳ですか。あ、もうすぐ33になります。ああ、そうなんですよ。この番組もう32年、はい、そう、約33年、4年目に入ります。あこさん、なんかとてもすごいことだ。そう、この番組同じ1990年生まれでらっしゃるんですね。ニャオピさん、はい、とてもすごいことだと思いますって褒めてくださって、はい、でもよかったです、当たって。いや、嬉しいです。本当お話できて光栄です。ねえ、はい、不天候が続きますけれど、体気をつけてね。あこさんもぜひ、はい、ありがとうございます。またトライしてください。はい、おめでとうございます。どうもおめでとうございます。見事1万円ゲットのにゃおぴさんでした。正解は3番バッターボックスでした。はい。